どうすんのよ、まあ、どうすんのよ、もうどうしてくれんのよこれ、どうしてくれんのよ。もうだって、はい、宇野くんまだね、うん、テレビとかそんなにバラエティーとか出てないですか。そうなの、ごめんごめん、知らなかった。もう関西のテレビに揉まれてるもんだとてっきり思ってたから。それはあなたですよ。そうだった、ごめんなさい、すいません。ちょっと最近テレビ出すぎちゃいますか。そうですよ、そんなことない。ちょっと関西色が強すぎたみたい。ごめんなさい、ごめんね、場所変わる、場所変わる、挟みましょう、挟みましょう、うん、逃げちゃうから、逃げちゃうから、うん、関西で挟みましょうもんね、うん、いやでも本当にテレビ大活躍。いや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 、でもそういった中どこで練習してんのかなって思うんですけど、もうそれはもうこっそりと練習してます、こっそりと。ほぼ毎日。あー、そうですね、ほぼほぼ毎日氷には立つようにして、テレビが終わってからもう行ったりリンクに行ったりとか、行く前に練習したりとかして、その日もきちんと氷に乗るようにはしてます。なんか宇野くんから見て、うん、小田先輩って言ったらないですもう。どんな存在ですか。なんもないです、うん、いつもすごい一緒にいて楽しい面白い先輩です。今回の演目のダースベイダー、あれをね、このね、楽屋あたりでみんなで遊んでましたね、はい、遊んでました、そうなんですよ。あの、お面をいただいて、お面かぶってちょっとね、うん、あんなことやこんなことをね、ね、一緒にね、やったよね。やってないです。やったじゃん、やったじゃん。ちょっと嘘はやめてよ、やった、やった、やったじゃん、あれやったじゃん、これどれどれやったじゃん、氷の上でやったじゃん。やったでしょ、思い出して、ちょっとやって、ちょっと、どんどん行くよ、やるよ、じゃあ、行くよ。やってくれる、やってくれる。わーって、わどんなのだったのかな。いくよ。翔真くん、翔真くん、恥ずかしがんのが一番あかん。やるんやったらやる、やらへんねやったらやらへん。わかった。北さんのよく見といて、いくよ。いや、私できない、無理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 。はあ。あれ。関西から逃げたらダメ、ね、関西から、そうそうそう、関西から、分かった。こういうのができると、うん、やっぱり先輩から見て、うん、こう表現力増してきたりするんじゃないですか。いやいや、本当にあのカリスマ性というか、お客さんをこう引きつける力もすごくあるので、ぐいぐいもっとお客さんをたくさん引きつけれれば、もう宇野ワールド全開でさらにこう成長していくんじゃないかなと思ってます。いやだからもうスケーティングの色気、羨ましいですよね、本当にめちゃくちゃかっこいいよ。うん、もうね、うん、哀愁漂ったイーグルするんですよ、もうこう。そう、変則イーグル。え、小田さん、そんなんじゃない。こんなんじゃない。そんなんじゃない。出てないかい、ロケ。ちょっと、宇野くん、どんなんどんな頑張ろう、翔真くん、頑張ろう。頑張ろう。ちょっとどんな感じ、どんな感じだっけ。一番のやっぱり、うん、ね、特徴といいますか、ね、あれはまあね、翔も得意としてる技ですから、ね、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけイーグル、どんな、ちょっとどんな感じかって。頑張って、ちょっとこう、ちょっとこう、うん、ちょっと表情はちょっとカメラにこう向けてこう。翔真くん、やるんやったらやる、やらへんにやったらやらへん。でもこれはね、本当にぜひ、こういうところがいいところなんですよ、彼は。本当に、うん、ぜひこのね、うん、このまま行ってほしい。そう、このまま行ってほしい。